リングに登場いたしました。赤コーナー佐竹正明であります。17歳で青農会館に入門して幾多の強豪を退けてまいりましたが、この1回戦は2ラウンド0分45秒トロハリウッドヘイズを鮮やかなノックアウト勝ち、マットに沈めてこの準決勝に進出してまいりました佐竹であります。さあそしてこれがブランコシカティック最後のまだ見ぬ強豪と言われておりますが、1回戦は2ラウンド2分35秒チャンプはゲッソンリットを破って見事にこの準決勝に進出してまいりました。34歳とは思えないこのスタミナであります。95キロ空手ジャパンオープン覇者佐竹正明、今コールされました。世紀末覇王佐竹正明。青コーナー189センチ 90.8キログラム IKBF 世界ライトヘビー級チャンピオンブランコシカティック。オランダでの伝説は本物でした。チャンプは寄せ付けませんでしたブランコシカティック。新茶屋やさみさん、さあいよいよ谷川さん、はい、準決勝がやってまいりました。そうですね、佐竹とシカティック、はい、まあ、佐竹選手としてはですね、はい、このシカティックを破って決勝に出れば本当によくやったっていうぐらいですね、はい、ピーターアーツが1回戦で負けるようなトーナメントですからね。そうですよね、何が起こるかわからないですね本当に。ただやっぱり先ほどの1回戦見るとシカティックはパンチ力強いですから、佐竹選手が不用意に前に出ないことですね。まあ、それはトド・ハリウッド・ヘイズ戦でも、まあ、同じことが言われていたわけでありますが、はい、結局佐竹はうまく自分の距離で戦い抜きましたよね。そうですね、特にさっきのトド・ハリウッド・ヘイズはフック系のパンチだったんですけど、はい、今回のシカティックはですね、うん、ストレート系が来ますから、なるほど、伸びるやつが来ますからね、リーチが長いですからその辺の距離をよく掴んだ方がいいと思いますね、はい、今やっぱり離れて戦ってますね佐竹選手は。いやいや距離を取りました。シカティックもあまりこう近くにまず来ませんね。軽く牽制をしながら佐竹の動きを見ているという感じのシカティックであります。三宅さん、はい、どうぞ。1回戦を終えた佐竹選手控え室での表情なんですが、すねと左足を冷やして、そしてマッサージとこの1回戦のダメージの回復に専念していました。ああそうですか。でこのブランコシカティックに決まった瞬間なんですけれども、どちらが来ても来た方を潰すだけですと。なるほどね、そういうコメントです。佐竹らしいコメントであります、はい、非常に佐竹正明が調整に調整を重ねて、どうですか、万全の状態でこのリングに上がってるんじゃないかと谷川さん気がするんですが。そうですね、はい、まあ、あとはメンタル面だけですよね。そうですよね、体調面でも万全だと思うんですけども、2月9日から19日までは大修行、ここでスタミナをつけてまいりました。そして2月26日から3月9日まで、オランダこのブランコシカティックがいる着陸ジムでね、トレーニングを積んできたわけですよね、はい、ただその時もブランコは練習をですね、佐竹選手と一緒にやらなかったんで、佐竹選手自身はブランコシカティックというのをさっきの1回戦しか見てないと思うんですよね。なるほど。さあその佐竹が今ロープに詰めておりますが、首相撲へというところでありますが、この首相撲はブランコシカティックも得意であります。そうですね、はい、まあ、あと、まあ、決勝のこと考えずですね、とにかくこのシカティックをマッチのつもりでね、シカティックに勝つことですね。あと強烈な回し蹴り、あ右ストレート、あと投げ飛ばした、これはいけません、はい、投げですね、はい、三宅さん本人もそのあたりよく分かってましてね、準決勝だろうが決勝だろうが 100% の力でいくというコメントです。はい、今頭の渦が投げたところですね。ああなるほどね、やっぱり、ね、体があってですね、シカティックが圧力で押してますね、はい、今の肘の押し方とか前ですよね、はい、肘打ちは顔面での肘打ちは膝の右ストレート、右ストレート、佐竹ダウン、佐竹ダウン、右が伸びましたが、ダウン取りましたかね、どうでしょうか、やっぱ強いですね、今進んでませんからダウンは取ってないです。でも今左が効いてますよね、最後の今ダウンになったかならないかちょっとはっきり分かりませんが、左のパンチが効いてますね、はい、さあやはりこのブランコシカティックのパンチはかなり強烈であります。さすがに伊達に56戦53勝という成績は残ってません、左がいいですね、はい、さあここでゴングが鳴りました。ラウンドはシカティック取ってますね。そうですね、ブランコシカティックがすごい勢いを見せました。や
っぱあの圧力ありますね、一発一発。さあ佐竹正明、聖堂体感、苦しい第1ラウンドになりました。とにかく決勝に進んでモーリス・スミス、あるいはピーターズ、どちらが出てきてもいいから戦いたい、こんな風に言っていった佐竹であります。さあその佐竹の野望を打ち砕くのか、ブランコ・シカティック道場着力、戦績が56戦53勝 51KO、 2敗1分け、56戦53勝 51KO というこの肩書きはやはり伊達ではなかった。あー、これはどうでしょうね、ダウンというのになったんでしょうか。セコンドアウト、セコンドアウト、これはちょっと気になるところですね。ちょっと、まあ、とりあえずだけどワンパスは取られますよね。もし長坂アナウンサー分かれば伝えてください。ラウンド2、さあ思わぬ立ち上がりになりました。そうですね、玉砕戦法ですね、もう、あのダウンがスリップなのか、あるいは完璧にブランコシカティックの攻撃によるダウンなのか。あと右が左、ワンツーが来ました。後ろに下がっちゃダメですね、後ろに。あ、じゃあそして後ろ足蹴り、後ろに下がっちゃダメですね、はい。さあ佐竹、いや強いですね、ブランコシカティック、やはりこの日本では初めてこの見るブランコシカティックですが、強いですね、やはり道場着力員に所属している、まあ、いわゆるアーズが出る前の看板選手だった人ですから、この人は、ね、本当にもしかしたら当たるかもしれないですけど、モーレス・スミス対あのシカティックという試合ですね、世界中の夢のカードだったんですよね。あ、なるほど、ヘビー級の頂上対決と言われてたんですよ、ピーターズが出る前なんですけど。さあしかしこれは何としても佐竹、まだ挽回のチャンスはあります。3分3ラウンド、もう下から突き上げるしかないですね。はい、やボディで入ってきました、飛び込んで左のボディ、そして左のこの回し蹴り、そして左のフック、このコンビネーション、シカティック、佐竹どうした、佐竹大丈夫か。宮家さん、はい、どうぞ。先ほど第1ラウンドですが、あれはスリップを取ったということですね。スリップですか。ダウンにはなっていません。わかりました、すぐ立ち上がりましたから、もちろんあれはダウンにはなっておりません。これちょっとほっとしましたね、谷さん。そうですね、長坂アナウンサーが伝えてくれましたが、最初のあのシャッショットかなりダウンに限りなく近い ね、 ね、あの左ですね、圧力ありますね、佐竹選手はこんなに簡単に下がらせるっていうのは本当に圧力ある証拠ですよね、はい。佐竹はどんな攻撃して仕掛けたいですか。そうですね、上下にですね、はい、攻撃を散らしてですね、まあ、下から突き上げないとこれストレート系は当たらないと思うんですよね、はい。さあ、まあ、佐竹選手にとってはイカズチと言われている肘が、まあ、制限されているのですが、今左手に佐竹選手いいですよ、はい、とにかく自分のリズムですね、軽い蹴りでもいいと思うんですよ。それで崩さないとダメですね。ちょっと自分のペースにまず持っていきたいですね、はいはい。なんか勢いに圧倒されている感がね、若干見えますんで ね、 さあ佐竹、ここで流れを変えたい。宮城さん、はい、佐竹サイドですが、左のガードを下げちゃいけないんだと。あ、なるほど。でこのブランコの右のストレート、右のフック、これだけ注意しなきゃいけないと、ね、そういう指示が飛んでおります。そうですね、今ちょっと足払いのような感じになってしまいましたね。そうですね、うまいですね、相手も、はい、老下な証拠ですね、年齢34歳、戦績が56戦という大ベテランであります。しかし佐竹も戦ってきた数は相当ありますからね。そうですね、ただやっぱりモリス・スミスにしろシカティックにしろ、やっぱり長いことチャンピオンである限りですね、はい、だけのことあってですね、そうですね、やっぱりうまいですね、はい。普通若い選手が、はい、有利かなと思ったんですけど、トーナメントで、さあここでゴングが鳴りまして、どうでしょう、シカティックの方が有利でしょうね。あ、そうですか、ラウンドもシカティックだと思います。第1ラウンド第2ラウンドシカティック優勢ということであります。佐竹正明にとっては非常に辛い準決勝ということになりました。どうでしょう、このままですとなんとかダウンを奪いたいですね、佐竹はね。シカティックはダメージを追ってですね、はい、グラッとするとかですね、下がるとか、そういう場面を一回見せないとダメでしょうね、はい。今日の今朝の計量が95キロという、まさにベストコンディションで臨んだ佐竹。ローキックだとこの左ですね。いや、これですね、左ですね、はい、この左もそうですが、はい、やはり佐竹サイドから見ると左のガードを下げるなという先ほど指示があったようですが、やはり右ストレートでしょうね。
この右ストレート、この後の左の、ね、左が返ってくる、はい、あこの左も相当ですね、きますよこれは。セコンドアウト、セコンドアウト、さあいよいよファイナルラウンドに入ります。セコンドアウト、もう佐竹選手行くしかないですね。ファイナルラウンド、せずして代々木第一体育館、佐竹コールが沸き起こっています。ファイナルラウンドです、後がありません。佐竹攻めるしかない、もう谷川さん前に出てどんどん攻めるしかないですこれ。そうですね、ただスカテキの前に入ってですね、はい、あのストレートを気をつけた方がいいですね。そうですね、左が伸びます。もう佐竹のど根性というかですね、もう気の強さを見せてもらいたいですね。本当ですね、はい、あのシカティックの前を殺して中に入って下から突き上げるというのは、その戦法が見たいんですけどね。あ、今の左に来ました、あーと聞いたー。佐竹ダウン、立てるか立てるか、佐竹ファイブカウントを聞いてしまったー。佐竹ノックアウト負け、クロス入りましたね。ブランコシカティック恐るべし、わーいい選手だな。最後のまだ見ぬ強豪と言われたブランコシカディック、そうですね、決勝に進出。佐竹敗れる、佐竹敗れました。それもノックアウト負けです。ただいまの試合、あ最後の3ラウンド45秒、左フックによりましてブランコシカディック選手の KO 勝ちです。館内からは拍手も沸き起こっています。やはりこれはシカティックの谷川さん、ね、強さに対する本当に正当な評価をファンはしてくれてますね。あの最後左ですけどね、はい、大きいクロス入りましたですね、カウンターで入りましたね、完全に引きました。5秒間で立ち上がらなければノックアウト負けになるこの準決勝、リーダーの特別ルールでありますが、あよく見てますよねシカティックがパンチを定めてますね、はい、見切ってクロスで返しますからね。しかしこの道場着陸のスタッフの喜びを見ますと、やはりこの佐竹がやっぱり怖かったんですね、はい、しかし佐竹にとっては大きな